中国の琵琶と笛、夫婦の共演です。中区栄にある宗次ホールで、中国出身で名古屋を拠点に活動する中国琵琶の奏者ゾン・ティンティンさんと、夫で中国笛の奏者リュウ・イーさんのコンサートが開かれました。これはホールが主催する午後のひとときを楽しんでもらおうと開かれるスイーツタイムコンサートとして行われました。蘇州夜曲や七つの子など日本人に馴染み深い曲を中心に、オリジナル曲を交えながらゆったりと流れるような音色で上質な午後を演出しました。また上海万博の開催を記念して、上海の100年の歴史を音楽で表現し、中国の文化と西洋の文化が融合したかつての上海のにぎわいを琵琶と笛で再現しました。会場には多くのファンが詰めかけ、2人の奏でるノストラジックな音楽に酔いしれていました。リュウさんとティンティンさんは、中国文化をもっと多くの人に知ってもらいたい、楽しいステージをたくさんできればと話していました。2人はこの後6月6日日曜に中村区にあるウィンク愛知でコンサートを開き、初の合同アルバムを発表するということです。中国の琵琶と笛、夫婦の共演です。中区栄にある宗次ホールで、中国出身で名古屋を拠点に活動する中国琵琶の奏者ゾン・ティンティンさんと、夫で中国笛の奏者リュウ・イーさんのコンサートが開かれました。これはホールが主催する午後のひとときを楽しんでもらおうと開かれるスイーツタイムコンサートとして行われました。蘇州夜曲や七つの子など日本人に馴染み深い曲を中心に、オリジナル曲を交えながらゆったりと流れるような音色で上質な午後を演出しました。また上海万博の開催を記念して、上海の100年の歴史を音楽で表現し、中国の文化と西洋の文化が融合したかつての上海のにぎわいを琵琶と笛で再現しました。会場には多くのファンが詰めかけ、2人の奏でるノストラジックな音楽に酔いしれていました。リュウさんとティンティンさんは、中国文化をもっと多くの人に知ってもらいたい、楽しいステージをたくさんできればと話していました。2人はこの後6月6日日曜に中村区にあるウィンク愛知でコンサートを開き、初の合同アルバムを発表するということです。